皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、成長の苦しみは有意義なものにするということについてお伝えしていきたいと思います。人っていうのは成長する段階でどうしても嫌なこととかですね、やったことがないから辛いこととか、そういう局面に当たってしまうことっていうのはあるんですよね。である意味それは当然で、やったことがないからそれを経験するので、経験値が上がるから、成長するっていうことになるわけなので、だいたい成長と、苦しさは大抵セットです。大抵セットです。だけれども、どの道セットで来てしまうのであれば、その苦しいな辛いなっていう中にもですね、ただその感情だけに支配されて、もうなんて嫌なんだろうっていう気持ちなだけではなくて、有意義なものにするっていうのは、その苦しさの中にも例えば楽しさを見つけるとか、そういう視点があるとまた乗り越え方が、変わってくると思うんですよ。私たまに皆さんにね、お伝えすることがあるんですけれども、コンピューター結構そうですね、社会人になってからとにかくね、高校っていうか専門学校とかでももちろん使ってる機械とかはありましたけど、使ったことがない機械とか端末とか、旅行会社だったので特にたくさん覚える必要があるんですよね。だけどもその段階でですね、いや私コンピューター苦手ですからとかっていうのは言ってられないんですね。社員としてそれができて当たり前の状態で、例えば航空券の手配をしたりとか、旅館を取ったりとか、JR を取ったりっていう、旅行会社だったので、そういう必要があるわけですよ。そうするとそこにできないとか大変とかいう感情とかは挟む余地がないんですね、やらないといけないから。そうすると、やらないといけないとなった段階で、いやいややるのか、そこに創意工夫をして、取り組むのかっていうので、多分運での差ができてくると思うんですよ。で、私コンピューター覚えなきゃいけなかったので、実践でとにかくマニュアル見ながら動かしていくんですけれども、特にですね、カウンター接客だったので、全体マニュアル全部やるとですね、大変なんですよ。だから、通常の接客で必要な項目をまずはピックアップして、でそちらを、その通りは一旦やるんですよ。やるんですけれども、接客上で必要な操作をどれだけ早くできるかっていうことを主点に、マニュアルから自分のマニュアルに移し替えて、それを見ながら操作して接客してましたね。で、当然覚えてしまえばそれはいらなくなるので、なるだけあと早く覚えるっていうことを努力しました。そうすると結局コンピューターが使えているのが当たり前の状態になるので、お客様とお話しするのはお客様の要望とか、やりたいこと、欲しいことに耳を傾けることができるので、結果いい提案をしていくことができるんですね。これがコンピューターの操作がもたもたしてると、お客様が不安感じますよね。で、ちょっと残念な話、それこそチケットの取り合いじゃないんですけれども、壮絶なる時期とかですとね、コンピューターの操作が遅いだけで取りたいチケット取れなくなっちゃうんですよ。今空いてますねとか言った瞬間に取られてたりするとなくなっちゃうんですよね、席が。なのでそういう意味でもコンピューターの操作は早くある必要があったので、ブラインドタッチもさらにスピードを上げるようにっていうことと、一連の操作はノートを見ないで覚えていくっていうことで、夜とか残業、言われてない残業ですよ、だからタイムカードつけてないですの自主練とかしてたこととかもあるぐらいです。だからそれによって私が得た知識っていうのは、マニュアルをある程度見ればコンピューター操作なんとかできるみたいなとこはできるようになったんですけどね。それでも習ってしまう方が早かったです。はい。なので大人になってから、お金がね、自分で作れるようになってからは、一生懸命読んで頑張るよりも、習っちゃって先生にポイントを聞いてそれで覚える方が早いっていう形に途中からシフトしました。なので昔の私の体験とかもね、お話をしたんですけれども、どの道やらなくてはいけないことっていうのは目の前に多分現れるんですよ。
でその段階でどういうふうにやったら最短最速でできるかっていうのを考えるだけでもですね、その後の仕事の段取りとかも上手になっていくので、そういう考えをやってみるっていうこともおすすめしてみたいと思います。それでは。